豊岡哲夫は日本の元競輪選手。豊岡ビューティ株式会社代表取締役社長。佐賀県伊万里市出身。日本競輪学校第93期生。現役時代は日本競輪選手会東京支部に所属していた。ホームバンクは京王閣競輪場。豊岡博士はおじ。佐賀県伊万里市に生まれ、幼い頃からソウルオリンピックにも出場し、 競輪選手であるおじの豊岡博士の姿を見て、小学校1年の時に競輪選手になると決意する。小中学校は野球部に所属し、高校に入り、本格的に自転車競技を始めた。高校は伊万里商業高校へ進学したが、同校には自転車部はなく、校長に自転車同校会の立ち上げをお願いしたものの、認められなかったため、平日は、 毎朝5時に起床し、近くの山を自転車で登り、学校が終わってからは、家から2 5トル離れた竹尾競輪場まで、自転車で赴き、競輪場では、選手のトレーニングに混ぜてもらい、さらにその後もまた自転車で2 5トルの道のりを変えるというトレーニングを行っていた。また、土日は、 県内唯一の自転車部のある学校の龍谷高校の監督の行為で、龍谷自転車部と一緒に練習に参加させてもらい、合同で練習を行った。競輪学校には、第93期生として入学。卒業記念レースは、決勝5着。競輪学校在校時は、学業優秀賞を受賞した。卒業後の2008年1月10日に、熊本競輪場で、 プロデビュー。初勝利は、翌11日。5月3日には3場所連続完全優勝を支援級2班へ、特別勝半を決めた。その後、京都向こう町競輪場で行われた、ルーキーチャンピオンレースに出場し4着の成績を、残した。その後は、順調に S 級に昇進し、2009年に松坂競輪場で行われた、記念競輪で決勝に進出。 決勝では優勝した中川聖一郎を追走し準優勝。この結果により、競輪祭への出場権を得たため、競輪祭で受信初の GI 初出場を果たす。2013年7月2日に日本競輪選手会探支部から東京支部に移籍。また、同年12月には競輪の S 級に所属するトップ選手たちが立ち上げた。 SS11 に賛同し、日本競輪選手会に大会届を提出したものの、翌年1月に SS11 メンバー全員が謝罪とともに大会届を撤回。豊岡には5月から6ヶ月間の自粛欠場が言い渡された。その後、ヒセリ戦から処分を受けた選手が、次々と競輪競争に復帰する中、豊岡のみが、 2017年11月現在も復帰していない。2016年6月30日夜間発表の広報によると病気療養中であった。その後、2018年1月25日に引退した。引退後はオーストラリア留学や東南アジアでのバックパッカー、ロシアや中国を訪れるなど、アジア、オセアニア、東欧の国を中心に文化や伝統、 生活習慣、身体的特徴を研究。2018年4月9日にスキンケアや、まつげエクステンションの会社である、トヨカビューティ株式会社を設立。ありがとうございます。